前さ、言うのあ、映った俺も映った。あ、ちょっと残ってる。うるせえガキ。なんで俺だけなの。今こいつなんて言ったら、なんで俺だけなの。よいしょ、あった、言えたんやぜ。今日のエンドレスはですね、何をするかと言いますと、英語を言ったら即飲む居酒屋でーす。英語なんて言わなきゃ大丈夫ですか。カバが今日諸事情でいないんですけども、はい、まあいいでしょ、まあいいでしょ、いいでしょ、彼はいらないです。本当になしです。本日なんですけど、居酒屋に来ました。おー、珍しいな。確かに。これ友達の居酒屋です。要するにエンドレスハウスってことですね。そういうことです。ちょっと紹介しておきます、はい、千葉駅のハマカーンというお店でやってきました。これ僕ら地元の友達が店長やってるお店なんでね、はい、ぜひとも皆さん来てやってください。浜焼きと韓国ですかね。確かに最近流行ってるから、ね、うまいかけうまいよ、ね、うまくないわけないの、うん、どんな企画かって言いますと、はいはい、英語を言ったら飲むだけです。ですよね、やっぱりか、ね、英語言っちゃったらチャミスルと思う。チャミスルですね。そういう感じ。チャミスルって言っても英語ですよね。チャミスルも英語です。ですよね。外国語全部英語と今表記してるわけです。あ、そうそう、注文の時の英語は OK です。なるほど、うん、注文以外の商品名はダメだけど、ダメです。頼む時は OK です、ね、大丈夫です。 I am police、 これ1罰ゲームです。ただ OKOKOK、 これ3倍です。なるほどね。英語なんて言わない。そう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 、だって日本人だよ俺ら。確かに英語使う必要がないんだもん。大事にしてんだから日本も。そう、国語が大事。そういうことです、うん、コバがいないんだから今日は英語は出ません。出ません。多分そんなに酔っ払ってる姿も見れず、普通に楽しい映像がお届けされるでしょう。申し訳ない、申し訳ない。こんなもんでやっていきましょうか、はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、最後。はい、じゃあ行きますよ。さあ、ね、じゃあ行くぜ。はい、お酒なんて飲めば飲むだけ。やったー、いただきます。いただきます。うまっ。あ、美味しい。ギンギン、うん、まっ。やばい、うん、ますぎる。マジでうまいわ。一旦英語禁止をやる前に普通に居酒屋楽しみます。そうね、まあ、ちょっと酒回ってから英語も言うだろうし。そう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 。中学校一緒のお調子者です。です。3歳でございます。指名手配されてる。怖いんだけど。嫁います。嫁います。俺らの地元の友達の中では一番最初に子供じゃないかな。確かに。一番最初におめでとうしてアキラ泣いてましたから。泣いてたー。懐かしい。俺さ、わしゆうやさ。何言ってねえやさっき。俺しゆうやさ。言ってねえ。はい、ということで、はい、そろそろ始めていきましょうか。イエーイ、来たよ。チャミスル持ってたんでね。ちょっと飲んだぐらいだもんね。そう、ジャキトのスタートから英語禁止で、はい、コングラッチュレーション、can you celebrate OK、 よーい、スタート。来ましたよ。お疲れです。言ったら、うん、一杯でしょ。まあそうそうそう、うん、まあ、要するに、まあ、焼酎みたいなもんですから。正直いつもより重い。100円の方がまだスッと払えるけど、うんうん、体にグッ。お前酒弱いじゃん。そうなのよ。まあ、こん中だったらね。うお、認めるの。こん中だったら弱い方だけど、世界見たらそんな平均だぞと。お前らは偏差値言ったら56とか60ぐらいの人だって。だから最近酒強くなったらしいじゃん。これは本当に感じる。あ、そうなんですか。すげえ飲むようになったなと思って。どこら辺で感じたの。この間のさ、無限の仲間たちと。あ、一気にダサいな。俺らの。俺らってことで、うん、俺らで8月お疲れ様会やって、うん、飲んだじゃん、うん、焼肉行って、うん、その後居酒屋行ったけど、うん、言うとなんか前より全然飲めるなと思ったもん。確かに、入ってから覚醒してんの。入ってからさらっと報告すね。その後俺の親父来てな。あ、まず友達に自分のお父さん来る気分どんな気分なの。いや、マジでわかんない。マジわかんないよ。これしょっちゅうだから、それ慣れてるの。それがすごいよね。普通来ないじゃん、友達との遊びなんて、うん、で、多分その俺らの、気持ちより高いのよ飲み目。じゃあ第一号お付き合いで。はい、まあやっぱり怖い。はい、キャプテン。だからちょっともうダブル。僕らポンコスライダーズ。えぐい、だるい。じゃあ初いただきます。美味しく飲もう。いいじゃん、美味しそうだね。美味しそう。うんも。
今飲んだ焼酎さ、これあんま飲まないんだよ、うんうん、こんなうまいの。俺は結構好きだよ。うまいもん、飲みやすい普通に。でも気づいたら酔っ払ってる。うわ一番いいマジで。あれですか、ね、いつもの炭酸のやつで。何それ、あんま分かんないな、見えないんだって。ハイボールね。はい、ハイボール僕、トリリュー。あー、おお、トリリュー焼酎ね。そうよ、うん、注文平気出すの。いや、初めに言うときは、そう、あるから。お前さ、言うの、あ、うつだ、なに、俺も、だってなんか、お前、ビビって言う、全く言わないやん、いつも言ってるくせに。ビビってんじゃねえ、頭使ってんだよ。じゃあ、いつも座ってないんだ。いや、座ってるもん、基礎座ってるだけなの。確かに、運動してないもんな。あ、そうです、はい。え、そんなマント何のマント。しゃいいじゃん、いいじゃん。何度で三種盛り合わせ。ああ、悪くないね。何でしょうかね。え、ダブルって言ったよ。ダブルって言ってたね。言ったよ。言ってたね。いただきます。え、勝ちが勝つ、勝ちが食べれるのね。勝ちが食べれる。勝ちが食べれる。勝ちです。3分ずつね、そうだよ。ここ浜館に来たらね、ぜひ浜焼きセット、そう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 、浜焼き盛り合わせ、そう、浜焼き盛り合わせがあるから、それぜひ頼んでいてください。俺じゃない、飲み物くれ。だってはじめが今これ俺に渡したんだ。俺に怒んね。ねえ、喧嘩しないでよ。いや、近谷君が俺に怒ってきた、ね、どっちが悪いの。ナムル渡しただけです。ナムル、美味しい。ウロン入る。うわ、すっげえ。無理でした、ごめんなさいって言ってください。うわ、めっちゃやだ。え、大丈夫、2時間半とるくなるよ。逆にこいつ休みでコバと俺だってヤバかったな。ヤバかったね、確かに。動画時間1時間変わるぜ。でも全然動画時間消えちゃっていいか、俺は。おーい、かっこいいすぎろ。ついていこうと。ついていこう。大丈夫大丈夫、こいつについていこうと。もうアキトが一番かっこいいと思うんです。あー、なーい。バカってこいつの顔のこと言うんだろうね。はい、バカが飲む、バカが飲む。ダミケツ、ナイス、いっぱいナイス。酔っ払ってる？はい、もちろん。今どんくらいどんくらい。まあ3割じゃん。ああ、じゃあ全然いいよ。こいつ3割から9割まで超早かった。確かにそうだった。この動画は違うから。あ、違うんだ、うん、なんでお酒は全然変わってくる。お酒でも弱いでしょ。お酒は強い。胃の話だもんね。そう、胃の大きさの話。胃はちっちゃいねん。ああ、ただ酒やつや。ああ、1000万セーフだっけ。1000万取った。セーフは英語です。セーフは英語。よっしゃー。これエビちゃんいけるんちゃう。なんかエピソードトークしたい。まあ、せやんな。エピソードは英語です。トップポイントも英語。ちなみにアクトゼロ。俺ゼロ。あ、ゼロゼロ。おー、ゼロゼロ。ナイス、ナイス、ナイスだ。ナイス。乾杯。やだ、酔っ払いと言ったら、パーセント7割。パーセント。やば。ふう、その時間ね。その時間ね。いただきます。うん。ふえー。おいちい。あ、ちょっと残ってる。うるせえガキ。カニなんか剥くタイプだから。カニ、多分彼女の部分剥いてあげるタイプ。そういうタイプ。全部やってあげるタイプ。タイプって言ったね。あ、ほんとだ。やばいやばいやばい、口数減る時間で入ってやばいやばいやばい。本当に飽きたって言わないんだね。言ってないね。言われるぜ、視聴者に。おもろくねえし。いや、もう言われてます。言われてる。大丈夫、もう言われてる。なんか飽きた、この前自分で言ってたけどさ、野球ガチ対決企画は嫌われ者になるみたいな。あー、やりね、言われるの一番多いの。お前のせいだろみたいな。ああ、負けも多いから。ああ、まあそれもあるんだろうね。まあ別に秋田のせいで負けてるってわけでもないけどね。キー玉でやった時ぐらい。うん、あれはもう全然。それ以外は別にさ、決定的ではなくない？そんな、全然そんな。ガチ対決になると増えるんだ。そう、目立つ気がする。でも結構傷つくタイプかもしれない。いただきます。はい。なんかもう英語の連打してイエーイぐらい。たまに多分ね、視聴者も見たいと思うんだ。あ、てか、じゃあ便乗するわ。
お前らはお前らが言ったらそれを言うわ。うわーえぐい。こんなに確定入った確定はダメにしましょう。はい、怖いないけど。バイバイ。全然まだ落ちた。ウーロンハイちょっと。ウーロンハイ。やばい。絶対食べるね、お前は。一番酔っ払って、一番やらかした物語ちょうだい。なるほどね。俺のやらかしたエピソードなんだけど。イエス。物語。もうなんでよ。もうなんでよ。バカだよ、こいつ。バカや。バカすぎる、本当に。ハッピースキューね。でーす。菓子食べる人、はい、食べていいよ。いただきます。じゃんけんだ。はい、言ってないです。いや俺はじゃんけん。じゃんけん。セーブなの。セーブは英語だから。もうなんで俺だけが今こいつの指摘したら、なんで俺が名前をやってた意味が分からんの。コバタ君が使ってほしくないであろうポイント。ポイント強っ。乾杯強っ。俺こっから長いよ。俺は酒の失敗だ。そう、一番。いや、俺はね、池袋で覚えてないぞ。みんな酒の失敗。誰の話、誰が話してた話。みんなで話そうって。その物語で知ってる。ダメだ、もう早く話して。じゃあ俺から言っていい？うん、無理。俺は池袋。僕らポンコツライダーズ。池袋で友達と飲みすぎて路上で寝ちゃったんよ。そこで全部盗まれた。何を？ね、言えない。全部持ってきました。あ、それはやばいわ。まあ、その後いっぱいあるんだけど、ちょっと話せないからこの話カットお願いします。なカットは英語です。いらない、いらない。飲むしかないって噂。わさわさベイビー。わさはいベイビー。いいぞ。全然泥酔するやんこれね。初めてなんかやらかした時あるの。あるわ。あるあるの。えやらかしたの。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 初めが朝方までカラオケしてるの。カラオケ。お前なんで俺が言わなかったのに言ったの。ねえ、なんでカラオケって言ったの。うえアウトじゃない、はい、アウトは英語です。はい。飲むよ。メガネ。メガネ。でも俺は正直あと本当にリアルにあと2か3リアル。イエーイ。最優遇みたい。遊びしよう。遊びしよう。あ、この時間のね。ちっちゃんに、ちっちはにって初めて言いました。ちっちのち。ちっちのれ。何回お前が。やめようよ。あきとは？うん？一緒に？行くよ。意味わかんない。そしたらもう意味わかんないなっちゃうから。あきとは無限の中で神。小学生。褒め方小学生や。ゲームの二人でやろうね。何をやる、何やったい、何がいいかな。何のゲームやりたいかな。はい、ゲームは英語です。やばいはや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 おめでとう。そういういい店だね。いい店だ。他の人の誕生日も祝える、いい店です。本当にそういうこと。ちなみにどれぐらいヤバい、まあ、具体的に言うとあと一杯でもうダメ。本当に言わないのする。これ始めたのが早いよね多分。そう、あの、あ最初のさ、確かに確かに、ショウが持ってきてくれた発注ミスあんの。ミス二度とショウが見てこない。嫌な意味か、申し訳ない。なんで俺らその友達のグループでしょ。うわ、バカだ。めっちゃバカでした。じゃあ、遊びやろう。遊びやろう。うわー、遊びで俺負けるかもしれないの。おー。いいね。
せーの、ピンポンパン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 ピンポン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 ピンさあ、私だけだけバイッ静岡塩漬け、はい、はい、せーの、せーの、静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡塩漬け、静岡、はい、静岡めっちゃ枕がもう一人いました。じゃあもう一回やろう、もう一回静岡塩漬け、いや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 、いいねー、せーの、せーの、静岡塩漬け、静岡なんかもうまんまとハマりすぎて気持ちがいいです。まあ4時までなんで結構ギリギリじゃない、そんなことない。え、ちなみにあともう1本いける、なんもダメだよ。俺あと1杯です。でも負けても終わりなんだけど、ずっとやってんだよ。山口が遊び、はい、期待中の英語はあり、はい、でハイブランドの名前、よーし、いきます、せーの、はいはい、ビトン、ループタン、グッチ、はいはい、ユーサンボロ、はいはい、マネシャカ、はい、ヴィラ・フランス・ファン・セル・フォン、やーばい、そんな近くから始まる山手線遊びで、ね、フォーっていうのが、おお、まあ、やっけー、はい、スノボ、はい、パパに、はいはい、スキー、はいはい、スケート、はいはい、スノーボード、言った、もう無理。だいぶ時間空いたから一杯はいける。おお。ごめんな、まあ続くわ。トイレして。トイレって？トイレは英語です。ありがとうございました。僕がこの3人の中で一番お酒が弱いです。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとうございました。最終的に英語言った数は近いや15、ゆうと23、あきと2ということで、お酒をほどほどにしましょう。明日の動画、いろんなボールでノック対決。